2014年3月にグランドオープンした大阪市阿倍野区のあべのハルカス美術館、今日累計来館者数が300万人を達成し、記念セレモニーが開催されました。300万人目になったのは大阪市住吉区の吉田直さん。美術館を訪れたのは今日が初めて、しかも偶然だったといいます。たまたまカレー食べに来て、で阿倍のハルカス美術館でやってるからたまたま来ただけで、来たかったんですけども、今日の予定じゃなくて、はい、ふらっと来たら選ばれてしまったという。そんな吉田さんには美術館の年間パスポートなどが贈られました。来館者数300万人達成を記念し、阿倍のハルカス美術館は現在開催中の庵野秀明展などの展覧会に5回入場できるお得な回数券を販売するということです。